正門方向から防衛省、市ヶ谷庁舎を望む、防衛省は、日本の行政機関の一つ。自衛隊の管理、運営、日米安全保障条約に係る事務等を所管する。日本では、防衛省だが、英省は、国防省と、日本語訳されるものと同じである。戦争放棄及び、戦力の不保持を定めた、日本国憲法第9条のもと、日本の国防を所管する。 行政機関であり、国家行政組織法3条及び防衛省設置法2条に、基づき内閣の統括のもとに設置される。長である、防衛大臣は、陸海空自衛隊を含む、防衛省全体の組織を統括する。1954年7月1日以来、防衛庁として総理府、内閣府の外局だったが、2007年1月9日に、防衛省へ移行。 内閣の統括のもとに、行政事務を司る機関である省の一つとなった。任務は、防衛省設置法が、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊を管理し、及び運営し、並びに、これに関する事務を行うことと、条約に基づく、外国軍隊の駐留及び、日本国と、 アメリカ合衆国との間の相互、防衛援助協定の規定に基づくアメリカ、合衆国政府の責務の奔放における遂行に伴う事務で、他の行政機関の所掌に属しないものを適切に行うことと規定する。内部部局として、大臣官房、防衛政策局、整備計画局、人事教育局、地方協力局を審議会等として、 防衛施設中央審議会、自衛隊員倫理審査会及び、防衛人事審議会を、施設等機関として、防衛大学校、防衛医科大学校及び防衛研究所を、特別の機関として、防衛会議、統合幕僚幹部、陸上幕僚幹部、海上幕僚幹部、航空幕僚幹部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊等を、 司法指分部局として八つの地方防衛局を外局として防衛装備庁を置く。行政組織法上はこれらすべての機関が防衛省の一部であるが、マスコミ報道においては防衛庁の時代から特別の機関である陸海空自衛隊を除いた部分、特に内部部局のみを指して防衛省と呼ぶことが多い。自衛隊とは、自衛隊法上は、 審議会等と中流軍等労働者の労務管理等を司る部局を除外した防衛大臣以下内部部局からを含む防衛省の全体を指す。つまり防衛省と自衛隊はほぼ同一の組織のことを指しており防衛省設置法に基づく国の行政機関としての側面からの名称が防衛省。 国防等の職務を担う軍事的組織としての側面からの名称が自衛隊ということになる。また隊員とは防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策作業、防衛大臣秘書官、審議会党委員及び地方、協力局労務管理課職員以外のものを言う。防衛事務次官、防衛書記官、 防衛部員をはじめとする内部部局等のいわゆる分官は自衛隊員であるとされており自衛官と同様にことに望んでは危険を顧みず身をもって責務の完遂に努めるという文言を含む含むの先誓を行うこととされている陸上自衛隊海上自衛隊及び航空自衛隊とは対応する陸海空幕僚幹部並びに統合幕僚長及び 対応する陸海空爆料庁の監督を受ける部隊及び機関とされている。単一の省としては最も多くの職員が在籍する行政機関であり、防衛省職員への給与は国家公務員給与費の4割以上を占める。2021年度の一般会計予算は5兆3235億4642万1円である。 2002年度の4兆9345億円から2012年度の4兆6453億円まで11年連続で減少を続けていたが、第2次安倍内閣の成立後は増額している。マークは青い玉を守るように抱える緑色の人の形の上半身。外務省との関係では、2021年4月1日現在、防衛駐在官70名。 陸33名、海19名、空18名が外務省に出向する形で46大使館に政府代表部に派遣されている。1950年、前身である警察予備隊本部が発足。その後保安庁、防衛庁を経て2007年1月9日に省に昇格した。同年9月1日に防衛施設庁が 内部部局の地方協力局と地方支分部局の地方防衛局に再編された上で統合された防衛省発足当時のアルミ合金製仮看板仮看板を掲げていた正門明治2年から明治5年にかけて国の防衛と治安維持を管轄とする表部省という省庁が存在しこれは陸軍省と海軍省に分離、改組され日本の軍事を担っていた 1945年の第二次世界大戦敗戦により陸軍省は第一副院省、海軍省は第二副院省に改組された後、統合され副院長となり1947年に廃止された。現在の防衛省の直接の前進は1950年6月の朝鮮戦争勃発を受けて発足した警察予備隊本部に遡ることができる。 その後、保安庁、防衛庁を経て、現在の防衛省に至る。防衛庁の看板防衛省の前身である、防衛庁は、半世紀余りの間、庁のまま国家行政組織法上の位置づけの変更は、行われなかったが、そのまま、省へ移行させるべきとの意見は根強く、検討議論は、頻繁になされていた。しかし、具体的な提案として、 防衛庁の省移行が政治日程に上ったのは小泉政権後期の2005年後半のことで第一次安倍政権下の2007年1月に実現した。この間の経緯は以下の通りである。省への移行によって内閣法に言う主任の大臣は総理府内閣府の長たる内閣総理大臣から防衛大臣となった。 すなわち、防衛大臣は防衛省の所掌事務である国防について分担管理する大臣として責任を負う。しかし、防衛大臣が自衛隊に対して命令できる行動は、海上警備行動までであり、それより、上位の警護出動、治安出動、最上位の防衛出動は、内閣の主張としての内閣総理大臣に命令権が与えられている。 このため、省への移行に伴う防衛大臣の職責上の変更点は、閣議への正義や財務大臣への予算要求、省令の制定などが、防衛大臣の名において行えるようになったことに止まった。したがって、省への移行の具体的な効果は、事務手続きのごく若干の緩和、長より格が高いとされる省への名称を変更による、隊員と職員の指揮向上。 他国の国防機関との均衡の改善などが挙げられている。2007年11月27日、森谷武正が東京地検の事情聴取を受け、軍事専門商社である山田博之の元専務からゴルフ旅行などの接待を受けた見返りに防衛装備品の調達で便宜を図った疑いが強まったとして、妻と共に収賄容疑で逮捕された。それだけで終わらず、 森屋は、町の頃からゴルフ旅行などを行っており、かつての長官も、事件の関与の疑いもあり、一部の雑誌で町へ、格下げ論を取り上げられるなどした。この事件や、他の不祥事を踏まえ、町村信高内閣官房長官は2007年11月に、防衛省が抱える問題について、検討を行う場として、防衛省改革会議を開催することを決定した。 会議は12月から開催され、南直也が座長に就任した後、2008年の12月まで1年に、わたって12回開催された。2008年7月15日に会議は、報告書、不祥事の分析と改革の方向性を、福田康夫内閣総理大臣に答申した。報告書の改革案には、防衛大臣を中心とする政策決定機構の充実として、 防衛参時間制度を廃止し、防衛大臣補佐官を設置すること、防衛会議を法律で明確に位置づけることが盛り込まれていた。この報告書を受けて、防衛省設置法等の一部を改正する法律案が策定され、2009年2月17日に閣議決定、同日国会に提出された。法案は従来訓令に基づく存在だった。 防衛会議を法律に規定された組織として、特別の機関に位置づけるとともに、防衛3時間の廃止、防衛大臣補佐官3人以内の新設をするものだった。法案は、同年5月27日に可決成立し、6月3日に防衛省設置法等の一部を改正する法律として交付され、2009年8月1日に施行された。 南直也を座長とする防衛省改革会議は2008年7月15日、防衛省再編に関する最終報告書をまとめ、福田康夫内閣総理大臣に提出した。内局の運用企画局を廃止し部隊運用を、統合幕僚幹部に一本化、統合幕僚副長の文官企業など、背広組と制服組の混合が柱となっている。また、 2008年12月22日には防衛省内の省改閣本部会議が基本的な考え方を発表。同報告書の内容を発展的に踏襲し、他省庁との調整も含む運用部門の倒幕への一本化を盛り込んだ。しかし、2009年8月に執行された第45回衆議院議員総選挙により生じた 政権交代の結果本校を含む組織改編は見送られ、同会議は同年11月17日もって廃止された。2015年6月10日の参議院本会議において防衛省設置法を改正する法律が自民、公明両党及び維新の党などの賛成多数で可決され、この中で背広組を主体とする運用企画局を廃止し、 部隊運用を倒幕に一本化すること、防衛装備品の調達等を一元的に行う、防衛装備庁の設置が盛り込まれ、同年10月1日付で施行された。経理装備局を整備計画局に改組会計課、監査課を経理装備局から、大臣官房に官技術研究本部及び、装備施設本部が廃止され、防衛装備庁に統合された。また、 防衛調達審議会も防衛装備庁長官の所轄に移行した。部隊運用に関する事務を統合幕僚幹部へ一本化防衛省設置法4条は33号にわたって所掌事務を列記している。具体的には以下の事項に関する事務がある。防衛省の内部組織は法律の防衛省設置法、政令の防衛省組織令が規定している。 また特別の機関のうち自衛隊の部隊及び機関については自衛隊法、自衛隊法施行令及び自衛隊法施行規則が詳細に規定している。内部部局の幹部は以下の通りである。自衛隊情報保全隊及び自衛隊指揮通信システム隊は陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として自衛隊体育学校、 自衛隊中央病院、自衛隊地区病院及び自衛隊地方協力本部は共同の機関として置かれている。地方支分部局として地方防衛局を置く。前身は防衛施設長の防衛施設局と装備本部の地方支部等である。内部組織として総務部、企画部、調達部、管理部、装備部を審議会として防衛施設地方審議会をそれぞれ置く。 外局として防衛装備庁を置く。装備品等について、その開発及び生産のための基盤の強化を図りつつ、研究開発、調達、補給及び管理の適正かつ効率的な、遂行ならびに、国際協力の推進を図ることを任務とする。2015年10月1日に防衛省設置法等の一部を改正する法律が施行されたことにより、 特別な機関であった技術研究本部及び装備施設本部を廃止して設置された。防衛省が主管する独立行政法人は2021年4月1日、現在中流軍等労働者労務管理機構のみである。中流軍等労働者労務管理機構は行政執行法人であり、役職員は国家公務員の身分を有する。 防衛省が主管する特殊法人及び特別の法律により設立される民間法人は2021年4月1日現在存在しない。防衛省が主管する認可法人、地方共同法人及び特別の法律により設立される法人は存在しない。21年度一般会計予算における 防衛省所管の歳出予算5兆3235億4642万1円である。組織別の内訳は、防衛本省5兆1614億2616万2千円、地方防衛局201億4195万円、防衛装備庁が1419億7830万9千円となっている。 本省予算の主な内訳は、防衛本省共通費が7529億6564万2千円、自衛官給与費が1兆4530億1763万3千円、武器車両等整備費が9088億7858万5千円、航空機整備費が6577億3793万4千円、 感染整備費が1,225億7,858万円。防衛力基盤整備費が7,882億5,279万57,649億9,328万7千円。在日米軍と中流関連消費が3,626億4,558万6千円。などであり。 また防衛装備庁所管の防衛力基盤整備費が1,231億706万4千円となっている。主管する、歳入予算は554億4,054万5千円で、官業益金及び、官業収入が175億7,531万8万八千円、政府資産整理収入が5億9,989万1 0 0千円。 雑収入が372億6533万6000円となっている。官業益金及び官業収入は全額が防衛省病院収入である。また、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、 経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省所管の東日本大震災復興特別会計を共感する。一般職の在職者数は2020年7月1日現在、防衛省で23人である。他に非常勤職員が94人であり、そのうち85人が三横も二院と職員である。非常勤職員のうち7人は、 防衛装備庁に在籍し、全員が、三横門委員等職員である。行政機関職員定員令に定められた、防衛省の定員は2万927人で、このうち特別職2万901人であり、一般職の定員は26人である。本省及び、外局別の定員は、省令の防衛省定員規則が、本省19513人。 防衛装備長1414人と規定する。自衛官の定数は、防衛省設置法に定められており、陸上自衛隊の自衛官15856人、海上自衛隊45363人、航空自衛隊46942人並びに、共同の部隊に所属する、自衛官1259人のほか、統合幕僚幹部に所属する。 自衛官六百三十八人、情報本部に所属する、自衛官千九百十一人、内部部局に所属する、自衛官四十八人並びに防衛装備庁に所属する、自衛官四百七人を加えた総計二十四万七千百五十四人としている。定員外の職員として自衛官候補生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補、防衛大学校学生、 防衛医科大学校学生、陸上自衛隊高等高科学校生徒などの制度があり、またその他の非常勤職員も任用されている。ただし、予備自衛官は47,900人、即応予備自衛官は8,075人と人数が法定されている。2021年度一般会計予算における予算定員は特別職268,060人。 一般職26人の計268,086人である。防衛省の職員は原則として国家公務員の特別職であり、防衛省設置法や自衛隊法、防衛省職員給与法など一般職とは異なる公務員法制の下で人事管理が行われている。防衛省のうち一般職の国家公務員であるものは、労働基本権のうち葬儀権と、 団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は保障されており、職員は労働組合として国交法の規定する職員団体を結成し、もしくは結成せず、またはこれに加入し、もしくは加入しないことができる。2021年3月31日現在、一般職の内管理職員以外の職員は19名であり、 人事院に登録された職員団体は存在しない。防衛省職員は一般職の国家公務員である者を除き、自衛官以外の者も,も自衛隊員であり、職務の性質から団結権も認められておらず、労働組合結成や加入してはならない。職員の試験による採用のうち自衛官以外の隊員については国家公務員採用総合職試験。 国家公務員採用総合職試験、国家公務員採用一般職試験、国家公務員採用一般職試験及び防衛省専門職員採用試験の合格者の中から行われる。防衛省専門職員採用試験は防衛省が、それ以外の試験は人事委員が実施する。2011年度までは、 現在の総合職試験に相当する試験として、防衛省職員採用1種試験を、一般職試験に相当する試験として、防衛省職員採用2種試験を、防衛省専門職員採用試験に相当する、試験として2種試験を、一般職試験に相当する試験として、防衛省職員採用3種試験をそれぞれ、防衛省が独自に実施していた。 2012年度に人事院が現在の形に試験体系を改めたのを機に現在の試験制度となった。自衛官、自衛官候補生、学生、生徒及び予備自衛官補の採用もまた原則として試験による。隊員の採用試験の方法は筆記試験、身体検査及び口述試験とするほか、自衛官、自衛官候補生及び予備自衛官補の 採用試験においては、適正検査を、防衛大学校の学生の採用試験においては、適応能力試験、討議試験及び体力試験を行うことができる。2017年度の具体的な採用区分を以下に、示す。自衛官応募なび、防衛省職員も参照防衛省職員の給与は、一般職を除いて、 防衛省の職員の給与等に関する法律によって規律されている。一部、一般職の国家公務員の給与法規が順用されているが、主に自衛官を中心に独自の給与制度が定められている。特別職であっても事務官等には、一般職の職員の給与に関する法律等に定められた一般職の国家公務員と同じ法給表が適用される。 自衛隊教官には防衛省の職員の給与等に関する法律に定められた自衛隊教官報給表自衛官には同法に定める自衛官報給表に定められた額の報給がそれぞれ支給される2021年度予算の予算定員は自衛官報給表に247,154人措置されているまた事務官等には 一般職の職員の給与に関する法律の規定を順用する形で、本府省業務調整手当や地域手当、広域移動手当など、国家公務員の一般職と同様の手当を支給される。自衛官にも一般職と共通する手当が設けられているが、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当等の特別の時間帯にかかる勤務に関する手当が支給されない。 防衛出動を命ぜられた職員には、防衛出動手当が支給される。また、政令で定める、自衛官には、航空手当、乗組手当、落下参隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び、特殊作戦隊員手当が支給される。自衛官の航海、映外居住には、それぞれ航海手当、映外手当が支給される。賞与である、 期末手当及び勤勉手当は、一般職の国家公務員の例により支給される。防衛大学校または、防衛医科大学校の学生には給与として、学生手当及び期末手当を支給する。学生手当は、月額11万5千八百円で、期末手当は、一般職の国家公務員の例による。陸上自衛隊高等高科学校生徒にも、同様に、生徒手当と、 飛沫手当が支給される。自衛隊法は自衛隊員の含務の本旨について、隊員は、我が国の平和と独立を守る、自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に特層を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、強い責任感を持つて先進その職務の遂行に、当たり、ことに望んでは、危険を顧みず、身を持つて、 責務の完遂に努め、もつて国民の負託に応えることを期するものとする。自衛隊員になった者は含むの宣誓を行わなければならない。一般の隊員は以下の宣誓文を記載された宣誓書に署名応印して、含むの宣誓を行うことが義務付けられている。私は我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、 日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に特層を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感を持つて、先進職務の遂行に当たり、ことに臨んでは、危険を顧みず、身を持つて、責務の完遂に努め、持つて、国民の負託に応えることを誓います。 自衛官候補生、学生及び、生徒、予備自衛官、即応及び自衛官、予備自衛官補、幹部自衛官は別の先生分がある。隊員は、勤務体制について、何時でも職務に従事することのできる体制になければ、ならないとされ、さらに職務上の危険もしくは責任を回避し、または、上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。自衛官は、 防衛大臣が指定する場所に居住しなければならず、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。主費義務、職務専念義務、政治的行為の制限、私、企業からの隔離については、一般職の国家公務員と同様の規定が、自衛隊法に設けられている。労働組合の結成、葬儀行為は、 全面的に禁止されている。職務に係る倫理の保持については、特別に自衛隊員倫理法が定められており、部員級以上の自衛隊員は、事業者等から贈与等や報酬の支払いを受けたときは、市販機ごとに贈与等報告書を防衛大臣に提出しなければならない。独自の取り組みとして自衛隊員向けに倫理啓発ビデオを制作している。 2007年3月に完成し、同年6月から全自衛隊員を対象に上映されている。ビデオに登場する人物はゴルフ接待付けの上司という設定であり、後に収賄で逮捕された森谷竹政にかけられた容疑をそのまま反映したかのようであった。自衛隊が必要とする工業製品は防衛省が発注している。種類は多いが少量生産であり、 日本の防衛産業への影響及び、経済効果は比較的低く、工業生産額は0.6%に止まっている。需要については、長年武器輸出3原則により輸出が厳しく規制されていたため、納入先が日本国内にほぼ限定されており、量産による低価格化が進まずに効果となる傾向がある。この点については、 他国との技術交流や各種コスト高を解消する目的も含めて新たに防衛装備1.3原則に基づいた柔軟な対応を取る方針が近年進みつつある。防衛省と契約を結ぶ企業は約1500社あるがさらに広範囲な下請け企業が存在する。戦車や戦闘機、護衛艦など一つの兵器の製造に 1> 約1200から2500社以上関わるものもある。しかし、主要な製品を扱う企業が撤退するような事態に陥ると、主要な製品が特殊な技術及び設備が必要と、される場合が多々あるため、産業の回復に投資と相応の期間を要し、防衛省は、その維持と育成に着目している。2020年度中央調達の 契約相手型別契約工事人票の上位に10社は、以下の通りである。三菱重工業川崎重工業富士通、三菱電機日本電機、東芝インフラシステムズ GE、アビエーションディストリビューション、ジャパン IHI 日立製作所小松製作所、伊藤忠、アビエーション大金工業大き電機工業日本製工、諸事 SUASA テクノロジー。 中川物産日立国際電機ジャパンマリニューナイテッド、イスズ自動車、伊藤中 NX 防衛省は、防衛白書にて、我が国の平和と安全を守る。防衛省、自衛隊の活動は、国民一人一人の理解と支持があって、初めて成り立つものである。このため、わかりやすい、広報活動を積極的に行い、国民の信頼と協力を得ていくことが重要であると、防衛省、 自衛隊における広報活動の重要性を強調している。国の防衛政策について国民の理解を得るために防衛白書を年一回発行している。法律で義務付けられた国会への報告を収録する法定白書とは異なり、法律に定めのない非法定白書ではあるが、閣議案件として内閣の関与のもとに刊行されている。 1970年に最初に発行され、1976年以降は、毎年刊行されている。子供向けに防衛白書をわかりやすく解説するために、漫画で読む防衛白書という漫画冊子も毎年、制作されている。陸、海、空自衛隊の統合運用、東日本大震災における、自衛隊の災害派遣活動、配置における、 国際平和協力活動など、その年の白書の中から、重要なテーマを一つを解説する内容となっている。防衛省が、編集協力する、広報誌として、マモアが、不創者により、月間で刊行されている。防衛庁の時代には、広報誌として防衛交際会が発行していた、セキュリタリアンがあったが、平成18年9月号をもって、休刊となり、新たに、 マモアが2007年1月21日に創刊された。同章サイト内の防衛省自衛隊の動画配信、ページ及び YouTube 内の防衛省動画チャンネルにて防衛省自衛隊に関する動画を配信している。ありがとうございます。